ます？知らないです。何の選挙があるんですか？そもそも参議院を知らない。参議院を知らないです。何参議院？参議院選挙？安倍さんが総理大臣っていうことだけは知ってる。この日付が何の日付か分かりますか？あ、僕分かります。嘘、言って。え、いいですか？いいですよね。あ、違います。参院選挙の単純に休みの日は休みたい。結局何かやってもなんか同じ、いつも同じ感じになっちゃって、そんなに反映されないじゃないですか。7月21え、わかんない。わかんないです。住民票が実家で東京じゃないので行けないっていうのもあるんですけど、でもなんか別になんか いいかなって、あんまりわかんないんで。5年ぐらい行ってないかもしれないです。はい、僕の一票で変わる世の中だったらもう変わると思うので、気持ちが動かない。行ったことないです。若者向けじゃないなって感じです。いやです。でもそれを変えてくれるような人はいなさそうやなって思います。なんか人事って思っちゃいます。自分のこととは思えないです。なんかそんなこと言われると行くかもしれないですけど、でも初めてしました。行きます。選挙に行って何かが変わるって思ってない、思えない。例えばこの人がいいと思って選んでも、その人が本当にそれをやってくれるか、ちゃんとやってくれるかは分からない。いいこといくら言ってくれても期待できない。それで失敗したって言ってた親が。で、こっちになってもダメ、こっちになってもダメ、何も実現しなかったみたいなのしか見てない。私たちのこと本当に聞き入れてくれるシステムじゃない気がしちゃう。こういう政策をしますよっていうのをまとめた政策集になるんですけど、こんなのの存在は初めて知った。初めて見た。見ても同じと書いてあるね。え、そう、本当そう。じゃあ誰に入れても一緒じゃないって思っちゃう。無関心なことはない。諦めてる。夢なんか特に持ってない。少子化になってきてるんだから、もうちょっと結婚とかを自由にした方がいいのかなって思う。もうちょっと事実婚とかを増やしたり、うん、最近結婚する人少ないですもんね。結婚したいって思ってない、あんまり。結婚はしたくないけど子供が欲しいっていう人はもうシングルマザーとして一人で育てていくしかないけど、それは無理だよねってなっちゃうから、じゃあもう結婚もしないし子供も産まないねってなっちゃう。年金はもらえないだろうから貯めていく。そう、自分でもね、どうにこっちでどうにかしますみたいな、でも子供がいなければできる、できると思う。うん、だからそこででもどうしても子供欲しいってなると思う。でも子供欲しかったら無理無理無理、絶望ですよね。生活できない。自動的に諦める感じになるよね。悔しいですよね、それも。そんな社会。住民票が実家にあったので手続きをして昨日届けました。その京都の選挙管理委員会に書類を提出して、京都の選挙管理委員会から府中に送ってもらって、僕も初めて行った時はなんか感じるものはあるなと思ったので、まあぜひ一回は行ってみてほしいなというふうには思いました。もうちょっと面倒くさいことが多いのかなと思ったんですけど、結構あっさり で丁寧にいろいろ教えてくれたので安心してできました。あっけなかったです。いや、でも やってよかったと思います。しとかないと多分ずっとしないと思います。今しないと、その選挙に行こうっていうきっかけの何かがあればいいんじゃないかなと思います。今自分たちが言わないと自分たちの子供が苦労しちゃうかなっていうのは思いました。